くしの進行旅客町愛食くしの進行は、鹿児島県市きくの市にある地方港湾。鹿児島県が管理している。薩摩半島北西部の五反田川川口の右岸に位置しており、東、品海に面している。川口部を挟んだ南側には、くしの漁港が存在する。1975年3月、鹿児島県の管理港湾として、港湾区域が指定され、 建設が進められた。1976年8月1日に検疫校に指定された。検疫所出張所は1981年4月1日に記入校と統合され、区式の木入れ出張所となっている。高速法的要項である。1987年5月から古式島商船のフェリー化により、古式島航路が統港発着となった。 高速船も同港を発着していたが、新造船、高速船古式島の導入に合わせて、2014年4月より、川内港へ移転している。2015年度の発着数は1653隻、内外港船は4隻、利用客数は13万7909人である。公安統計国土交通省、2016年。 https://www.e-stat.go.jp:/stat-search/files。E、ページイコール 1&、統計イコール 00600280&、期間イコール00600。2017年4月16日閲覧。ありがとうございます。